残ってもそもそも能力高いじゃんあれ。質問してもいいですか。はい、どうぞ。積極的自己認識って書いてあるじゃないですか。はい、じゃこれってこう自己プラスに自己評価しろってことなんですか。いや、そういう意味ではないと思います。うん、あの自分を知らない、あの見ないでいることって楽じゃないですか。そうじゃなくて意識的に自己を見ろということだと思うんです。で、能力を信じてどうやって、どこでどうやったら信じられるの。隣に書いてあるんですけど、はい、誠実であること、これも成功する条件の一つだ、うん、他人の財産や信用に対して誠実ということではない、自分に対して誠実であるということだ。だから自分がそれでもプロになりたいと思ったら頑張るしかないってことじゃない。なんか途中で笑っちゃってんですか。なんか博士が疑い深い目で見ているので。なんだろうね。でもなんか僕思うのが、うん、まあ、プロのサッカー選手とか、うん、プロ の, その、ね、バイオリンのソリストとかって、うん、もうすごい難しいんですよ。 そもそも目標が、迂回する道がないというか、うん、でもなんだろう、結婚とか とかになると、うん、もっといろんな道があるんですよね。あのプロのサッカー選手になるよりは楽、うん、で僕はその博士号が欲しかったんですけど、それもプロのサッカー選手よりずっと楽なんですよ。迂回する道がいっぱいある。で、迂回する道が見つけることができるのは、まず自分を直視すると、あ、この道は無理だと、この道だったらいけるかもみたいになったりするんですよ。わかりますかね。客観的に自分を理解したら自分なりの道が見えてくるってことですか。そう、企業とかもプロのサッカー選手よりは楽で、うん、もうめちゃくちゃいろんな道があると思うんですよ、うん、いろんなやり方が、うん、なんだろう、よく言われるのが、よく誰か言ってたけど、そうだなと思ったんだけど、足か金か頭を使えと、うん、ね、何でもそうなんですけどね。足っていうのは自分で動くってことですよね。で、動くのは苦手な人は頭を使うしかないですよね、うん、あと金を使うっていう、まあ、どっかあるだろうっていう、うん、でもプロのサッカー選手、まあ、金を使ったら何とかなるんですか。あ、今の博士の質問に答えがあるんですけど。いいよ、その僕が喋った時に探すのいいですよ、はい、今自分は何ができるのかと問うことが成功の第一歩だ、うんうん、成功する者は自分には多くの可能性があることを信じている、そしてどうしたら自分の能力を生かすことができるのかを探っている、うんうんうん、だからプロのサッカー選手だけを目指しちゃダメなんですよ。本当？多くのことを目指さないと。そういうことじゃないでしょ。違うんですか。いやいや、そういうことじゃないです。そういうことじゃない。もう一回言って、今のところ。はい、今自分は何ができるのかと問うことが成功への第一歩だ、はい、うん、成功する者は自分には多くの可能性があることを信じている、そしてどうしたら自分の能力を生かすことができるのかを探っている。うん、それって2つありますよね。例えば目標に対してのたくさんのアプローチを見つけるっていう、うん、いろんなアプローチの方法を見つけるっていうのも自分の能力を生かすことじゃない。そうです。例えば、うん、見た目は可愛くないけどもおしゃべりがすごい得意、うん、だとしたら結婚という目標に対してそのおしゃべりからアプローチする方法はないだろうかっていうのは自分の能力を認めることじゃない。そうですね。ね、うん、一方で、さっき上照さんがおっしゃった、うん、いろんなことができるから別にプロの野球選手を目指す必要がないっていうのって、うん、もうありますよね、うんうん、目標自体を変えてしまう。変えてしまう。でも僕はその当時読んでた時はその目標を変えるのではなくアプローチの方法がいろいろあるっていうのを読み取ったんです。そうですね。そのちょっと前から読み直すと、自分自身と世の中の出来事との正確な距離を知っておくことも必要だ。周囲では今何が起こり、自分には何が求められているのか、常に世の中の推移に気を配り自分の世界を広げる努力を惜しんではならない。世間の動向は自分にどう関わりで、さっきの言葉に続くんですけど。なるほど。より分からなくなったな。分からなくなりました。どういうこと？つまり、じゃあ。つまり。ちょっと思ったのが甘いやつづけて。あ、そうです。分かったんですか、なんか。いや、さっきみたいに自分がプロのサッカー選手になれないかもしれないなということも知っておくことが大事だということですよね、うん。それで思ったのが、うん、デニス・ウェイトリーさんが言う成功って何なのかっていうのを知りたいよね。あ、そうですね。書いてない。最初の
自分が望んでいることが成功とは書いてないですよね。その本に例えばよくあるパターンで、うん、もう結構かなり前に読んだんで忘れちゃったんだけど、なんか成功した人っていうのの例とかないんですか。成功の例ですか。あ、でもあのアポロがあの月に行った時の話が載ってるんですけど、その時はあのちょっとこう章が違うんであれなんですけど、はい、いい自分であのイメージを何回もするんですね、月に行ったイメージを、うん、で最後月に行ったのはもう何回もやったことだから、うん、あの古巣に帰ってきた感じだっていうふうに言うんですけど、だからその例えば敗者っていうのを、うん、負けた人のことを例えば何だろう、例えばお金があんまり稼げずに、うん、いつも愚痴ばっかり言ってるっていうことが書いてあるとすれば、うんうん、デニスさんが言いたいのは経済的な成功のことを言ってるのかなって分かるじゃないですか、うん、そうじゃないですよね。そうじゃないんだ、うんうん、でもアポロに僕は宇宙月に行きたいと思ったとするじゃないですか、はい、もう無理かなと思っちゃうんですよね。でもお金があれば生きるかもしれないですね、月ぐらいだったら。お金があれば生きるかもしれない、はい、でも現実でお金ないんですよ。なんかありそうに見えるんですけど月に行くお金って結構なもんだと思うんですよ月は結構だ。その多分ホリエモンですらいけない可能性がある。あ、そうですね。ホリエモンもなんかお金持ってるんですかね、よくわかんないです。あると思う、うん、彼は持ってるよ、うんうん、あれ有名になっちゃうとね、持ってる。ブログも毎月お金払って読んでます。そうですね。読んでるんですか、面白いですか。高城剛の方が面白い。そんなにブログいっぱい読んでるんですか。あ、でもホリエモンと高城剛です、ね、皆さんいろいろ読んでるんですね。僕が思ったのはね、あのこの頃というのはその、20世紀の成功はほぼ経済的な成功だと思う、はい、僕はね。で、なんかなんだろうな、目標って何ですかって聞かれてもそんなに迷わないんですよね、その頃は。金、地位、女みたいな感じですかね。そうかな。でもこれ後ろの方を見ると、うん、なんかあのお金があってあの住む家をが大きかったり、うん、あの使あのたくさんいろんな服とか車とかに使うことは、うんうん、そんな幸せじゃないって感じありますよ。それは、その裏返しですよ。つまり経済的な成功について書いてあるけど、うん、そうなったところで幸せじゃないって書いてるってことは、それそのものがそれが目標の本だってことですよ。意味わかりますか。もう一回お話します。だからお金持ちになるってことはずっと書いてあるするじゃない、うん、お金持ちについて書いてある本って、うん、多分最後にお金持ちになっても仕方がないってことを書くことになるんですよ。わかります。お金持ちになった人しかわかんないですよね。いや、そうじゃなくてね、そうじゃないんですよ。ここまでこの本を買った人のほとんどはお金持ちになったら幸せになると思ってるでしょと、私はそれについて入ってきました、でもそうじゃないんですよって書く必要ができるっていう、でも それ自体がこの本がお金持ちになることがテーマになってるってことだってことが言いたい。そうなんですか。わかります。例えば僕婚活の本書いたんですよ、なんだっけ、結婚を考え始めたみたいな本を書いた、その一番最後に結婚しても幸せになると限らないし、結婚する人はないって書いてある、書いてある、その理由はその本を読む人を僕は徹底的に結婚するためのことを書いた本だから、それを最後に書いたんですよ。なんで書くんですか。みんなそう、あ、なんだろう、僕はより深いところを知っていて、うん、あなたたちはそれを目標だし、私はそれについて、そのつまり、結婚することについて書きましたと、うん、ね、なった後こういうことがあるよってことを教えてあげてるってことですか。そうなったとしても、そこに到達した人にそれだから幸せになれるわけではないですとか、そこがゴールにしたら、結局この本は何も私の持ってる全ての知恵を授けることはできませんと。わかります。だから通過点なんですよね、うん、でも通過点として金持ちが設定されてるってことなんですよ、うん、ああ、やっとわかりました。わかりました。はい、わかりました、わかりました。そうそう、だから書いてそういうこと書いてあるってことは、じゃあやっぱりお金持ち成功だみたいな。少なくとも多くの人はこの本を、経済的な成功のために読んでると、うん、あるいは地位を高めるとかね、うん、そういうなんか分かりやすい20世紀のその成功の価値観というか、うん、なんだろう、あの、なんだっけ、あのトム・クルーズのあのなんかトップガンとか、うん、インディ・ジョーンズとか、あの辺の時代の分かりやすい成功者というか、わ、うん、かりますかね、なんかシンプルな、つきやすいですね。あの頃はなんかハリウッド映画も分かりやすかったみたいな、
ターミネーターから逃げてればいいみたいな、わかんないけど。そうだから僕もまたで それでまずまあ買う人のほとんどは何か持ってるんでしょうね、何か成功したい。そうですね、うん、それは経済的な成功だったりとか地位を高めるとか、うん、今の自分はとにかく認められないんですよ、うん、今の自分が嫌なんですよね。そう、そのためには何か、そうその100番だったら1番になりたいとか、うん、そういうことを思ってるんでしょうね、うん、でもこれ自分を見つめた結果、あの諦めないことを書いてあるんでちょっと読んでいいですか、はい、物事をあらゆる角度から考えること、思考に柔軟性を持たせることも成功への条件だ。例えば苦境に陥っても逃れる方法は一つとは限らない。他にやり方はないのか、別の可能性はないかと固定観念にとらわれず模索することが真の現状打開への道だ。成功する者は世の中には絶対的なことなど何もないことを知っている。どんな状況に置かれても広い視野を持ち、バランスの取れた 目で物事を見ること。そうすれば必ず明暗を発見することができる。斬新なアイデアを示されると欠点探しにうつつを抜かし、いざ実行しようとなると尻込みをするようなものは敗者への道をたどることを必須だ。素晴らしいチャンスが到来しても敗者は常に臆病で保守的で、チャレンジ精神のかけらも持たない。そして後になって必ずこういう、あの時私もそうしようという気持ちはあったのだ、しかしリスクが大きすぎた、彼はたまたま成功しただけさ、ああでも思い切ってやっておけばよかったな、と愚痴と後悔は敗者の千倍特許だ。ああ、この言葉覚えてる、この言葉覚えてる、うん、ここですね、ここで、おー、なんか奮い立たせてほしいですね。欲しい、あのみんな、あのみんなね、みんなこれを聞いてる方々が奮い立ってほしいですね。諦めないで。そうね、先輩特許だよね。うーん、確かに言いそうだよね。もうなんか全部の章がいい言葉ばっかりなんで、なんか次いきますはい、次、偏見を持たないなんか気になることがあったりで、相手の立場に立つ、うん、それ今一章の目次を読んでます、ね、目次を読んでます、はい、環境に適応する、うん、ストレスと付き合い適応力を養う、うん、真実から目を背けない。ここは私心に打たれた章があるので、うん、真実を学び受け入れ、そして自分のものにしていくものには成功が約束されるだろう。ここですね、うん、自分の真実を受け入れ自分のものにするってどういうこと。そうですね、例えば、うん、自分のものにしていく、どうなっけな、うん、真実を見抜く目を持った者は他人と自分との差にも敏感だ。そして自分ばかりではなく他人が今何を必要としているか何を求めているかも見抜いている。このことじゃないですか。それ何、自分のものにしていく。本当？分かんないな。ピンとこないな。ピンとこないですか？いやいや、だって今感動した文章って言いながら理解してるってこと？真実ってこう自分の中のあり方なんですか？それとも世界の道理みたいなことなんですかね？それ知りたい人が教えて。どっちなんだろう？あ、自分のことじゃないですか？あの自分が例えば年齢とか。太っているとかそういうことを目を背けずに あこの人は若い人を欲してるんだなとか痩せてる人がいいんだなとか思うことじゃないんですかね。急に浮気になってるじゃんすごい感動したとか言ったら浮気になってるじゃん等身大の自分を知り受け入れ、ね、それでそれを自分を変えるんですよ。 その自分を知ってなおかつ自分を変えていくっていうことが自分のものにしていくことじゃないですかね。うん、うん、糧とするみたいなことですかね。糧っていい言葉ですね。そうですね、こう自分を知りすぎたらやる気なくなっちゃう、うん、そのどんなにでも自分知っても諦めないことっていう、だからデニスさんは言ってます。わかりました。なんかあの私の会社とか360度評価みたいなのがあって、あ、ね、上司もそうだし、全員が全員を一人一人評価するっていう360度、社長もみんなが全員を評価する、大変です
ますね。なんかランダムに割り当てられた人がってことですよね。あ、まあその同じ部署の人とか、まあ、同じ働いてる小さな単位のランキングしたりするんでしょ。あ、ランキングはしないです。僕の知ってるとかそうだったら、まあいいや、それで、うんうん、360度評価をすると、はい、するで、お互いじゃなくって、うん、なんですかね、定期的にもう自分がそのターンできたら、とにかくされるみたいな感じなので、はい、一方的にいろいろ書かれるんですよ。ですごいムカつくと思って、うん、傷つく、うん、はい、いやなんか誰が書いたんだろうって思うし、確かに、こんなの言われる筋合いないとか、そっちもできてんのかよって思うんですけど、うん、結局それは真実から目を背けた状況で、うん、でも結局自分が成長していくには、まあ、とはいえでもみんなはこう思ってるんだよなっていうのを受け入れて、結局そこを意識して自分の行動を変えてみるとかってすると、うん、やっぱり変わったねっていう感じで受け入れなんですか、周りの反応があったりとかするので、えらい、それを家庭が自分のものにしていくってことなのかなって。じゃあエンプリさんは何を言われたんですか。私は何とかな、まあなんか、あんまいいところも悪いところも書かれるんですけど、もう悪いところはなんかこう人を動かす能力が圧倒的に欠けているみたいな。それ絶対書いたって分かるよね。わかんないですよ。なんかあいつだなと思った。あいつかあいつかなと思ったんですけど。あいつよく圧倒的に使ってるよね。その言葉はそいつしか使わない。確かにちょっと私もこの人かなっていうのは言ったんですけど。圧倒的にって言っちゃったもん。そう。書かれて書かれて。なんかこの本を今読んでみたら、うん、なんかその真実っていうのを我々はどうやら普段から気づいてるっぽいんですよ。わかる。なんか例えばなんとかな、ちょっと正直に話してないなとか、うん、あるいはその。なんだろうな、経歴をごまかしちゃってるなとか、ちょっと背伸びしたこと言っちゃったとか、うん、あるいはその他人に対して嘘をついてることにも気づいてるだと、うん、でもそれをなんていうの、養わない、真実を見ることから背けてると鈍感になっていき、うん、そういうものを見なくなっていくんだと、うん、僕はまとめてますよ、このデニス・ベレットさんをね、うん、でも それではダメだと、うん、それをごまかせないようにきちんと、例えば対人に対しても対人においても、絶対正直だと言えるようなコミュニケーションを取っているか、例えばこれどうだったら、いや僕にはちょっとできないんですよとかね、なんかできないならできないって言うとか、あるいは自分のことに対しても過去とかいろんなことに対して、ああ私ごまかしてると分かっているので、そこをもう研ぎ澄ませということが、この真実から目を背ける、研ぎ澄ませる。だから正しく認識しろ、ごまかすな、対人においても自分の評価においても、うん、ってことですね、うん、ありがとうございます。このデニス・ベイトリーさんの本ですごく気に入っているのが、今見て思ったんだけど、まとめっていうのがあって、内容がしっかり頭に入るまで1ヶ月繰り返し読むことって毎回書いてある。毎回書いてあるんですよ。書いてある。そうだね。これがすごいいいんですよ。これを僕はね、繰り返し読むの気がするんですよ。すごい。家に帰ったら読もう。なんかこう自分で朗読して、なんかあの音声ファイルにして聞いてた気がするんですよ。ああ、すごい。自分で朗読したんですね。すごい。そうだね。昔。まあいいか。はい。じゃあ2章いきますね。2章、積極的自己評価の勧め。なんか似てますね、1章と。自分を積極的に評価せよ、変化を恐れるな、自分を高く評価すること、自分に確信を持て、自分の能力を認めよ。この最後のところなんですけど、つくめましょうか。はい。勝者は今日という日は二度と来ないという気持ちで生きている。将来でもなく過去でもなく、そしていつかは今なのだ。いつかはでもなく今なのだってことだね、多分ね。そうそうそう、いつかっていうことはないんですよ、もう、うん、今なのだ。今なんか最近こういう言葉言ってるしな。林先生、今でしょ。今でしょうですか。なんかバカボンみたいですね、なんとかなのだとか言うと、今なのだ、いや、そういうことじゃない。急にバカっぽくなっちゃった。あれもう全くデニス・ウェイトの逆でしょ。それでいいのだみたいな。全然まあいいか。これ何なの、ちょっと待って、それは
積極的自己評価というのは何それ、自己認識とどう違うんですか。自己評価、でも認識しないと評価できないんじゃないですか。評価するっていうのはいろんな意味があるじゃない。ここに書いてあるのは、うん、自らを愛すべし、自分を愛することができなくてどうして他人を愛することができよう。そのじゃあ自己評価っていうのは高く評価しようってことね。評価っていうと例えば正確に自分を見ようと近くなるじゃん。そうですね、そっちじゃなくて、あのよくなんか博士があの自分を褒める時間を作るみたいな感じですね。なるほどね、うん、勝者のそう真実を一生で知っておいて、次には自分のちょっとこう良い能力とか持ってるものっていうのを認めろみたいなこと、はい、勝者の本質、自分の進化を知る、自尊心を持つ、自信を持つ。敗者の本質、自分を蔑む、疑心暗鬼に陥る、他人の目を過剰に意識する。勝者の独り言、自分であることが素晴らしい。敗者の独り言、違う人間になれたらな。やべえ。やべえ。いつの間にかデイスレイトリーの考えから外れてきたんですよ。でもさ、その積極的自己評価っていうのは自分を高く評価しろってことじゃないですか。そうです ね、はい、能力を認めてね、ちゃんと多分持ってるんでしょう、はい、誰もがね、はい、でもこの勝者は今日という日は二度と来ないっていうのって急に話が変わってない。そうですね、ちょっと変わってるかもしれないけど、ここでなんか感銘を受けたのなるほど、自己評価を高くするために、あの今できることっていう、あの何個か 10個あるんですよ、うん、項目が。例えば、うん、他人や同僚や友人が何と言おうと、いつも自分が最高に見えるように身だしなみに留意することとか、なんか簡単にできそうなことが書いてあるんですね。電話に話しつけるんですよ、はい、僕は電源を行く気、はい、電話に、はい、電話に出たらまず自分から名前を告げるとか、はい、例えばスマイル、一緒に会ったら笑えとか、そういう簡単なことが書いてあるんですけど、その自己評価を上げるためにできることがいろいろ書いてあります。あ、そうか、自己高く自分を評価しろと。そうですね、あのどうですか、エプリスさん。自分高く評価する、なんかその関連して自分を愛しさないと人を愛せないみたいなことが書いてあったんですけど、それこの本に別の本に今言いました。あ、はいはいはい、なんか自分多分その自分を高く評価するイコール自分を愛するっていうことかなと思って聞いてて、でそれをしないと人を愛せないっていう論理展開なのかなと思ったんですけど、それってそうなのかなって思って。敗者だこの考え。敗者だこれ。あれ来た。そう、あの、なんだっけ、あのミントさん、ミントさん、あれミントさんっぽい、ミントさんじゃない、ミントさんじゃないですね、じゃない。あ、でも似てる、似てます。だって髪の毛あんなに長かったっけ。でもちょっと違いますね。違いますね、はい、僕の人もびっくりしたと思う。あ、本当だ、なんだこの髪の毛、髪の毛かぶった人は本当だ。違うのね、絶対ね。違います、違います、はい。いや、ミントさんっぽい人がいるうちに髪型が違ってた。僕本当に目が悪いんで何も見えないんだけど。え、目悪いんですか。目が悪い、はい、まあ、それともかくとして、その中で敗者の言葉を、はい、自分を観察してどうやって人を愛せるのかっていう今本に書いてあって、いや別に自分を愛せなくたって人を愛せるしと思いました。別にこんなダメな自分でも、まあ別にいいなって他者を思うことができるから。あ、そういうことね。だからどういう心理なんだろうなと思って、ちょっと教えてもらえますか。どういうことですか。あ、自分が愛さなくてどうして他人を愛せるかですね、うん、多分勢いで言っちゃったんじゃない。まあそっか、それくらい大切なことなんだよって言いたかったから。でもよくちょいちょい聞きません、自分を愛せない人は人を愛せないみたいな。うん、そう聞くんですけど、そのロジック何なのかなみたいな。これかな。よし、私は自分が好きだ、自分が自分であることほど素晴らしいことはない、生い立ちや育ちも含めて自分であってよかったと思う、どんな時代に生きようと私は誰よりも自分でありたい。つまりだから自分
て良かったって思えていれば自分のこと愛してるんじゃないですか。それは分かるけど、うん、そうじゃないとなんで人を愛せないの。ああ、人を愛せない方法ですか、うん、なぜ自分を愛してないと人を愛せないの、うん、どっかに書いてあったかしら。勢いでいったのか。いやでも僕思うのは、いやこれちょっと待ってたんですけど、はい、はい、多分もうちょっと待ちますか。あ、どうぞお願いします。ですよね。ですよね。自分を愛することができて初めて人を愛することができるっていうのは、愛するって、うん、今エプリルさんが言ってる愛すると違うと思うんですよ。エブリさんの、なんていうか考えてる愛するのは多分なんか好きとか恋愛感情のこと言ってません。うーん、違う。でも自分を愛するはそれじゃない、まあ、人を愛するは恋愛感情とか言ってますけど、自分を愛しなくても、自分今のじゃあエブリさんの言葉を置き換えると、はい、自己評価が、すごく低くても、はい、他人に恋愛感情を持つことができるって意味ですか。うん、そうですね。他人に恋愛感情を持ったり、他人のことすごいなって尊敬したりとかできる、尊敬したりとかできるできるってことでしょ、はい、これは多分言ってることは違って、自分を愛することができたら、なんだろう、自信で満たされてどんどんこうなんか何でもできる、なんだろうな、うん、で他人にもいろんなことやってあげられる、他人に対しても、はいはい、なんでしょうね、助けてあげる、自己を犠牲にして、うん、というのが愛するじゃない。あ、なるほど。こう余裕が出てよく言われてる、自分を愛してることができたら他人を愛することもできるっていうのはそういうことだと思う、うん、でも自分にを愛することができなかったら何かしてくれとか、はい、尊敬するから助けてくれとか、うん、なんかなんだろう、羨むとか、はい、なんだろう、欲しいとか、そういうなんかこう、水が足りないから相手 のコップの一杯の水をこう自分に注いでくれみたいな、はい、一方で自分が愛することができたら人を愛することができるは、うん、自分の水が満たされてるから他人の水もコップも満たしてあげようっていうような考えですよね、うんうん、一般に言われてるのね。そういうことだったんですね。なるほど。そういうことかどうかわかんない。いやでもよく言われてるのはそういうこと。よく言われてる方の意味はよくわかります。特定の誰かじゃなくて他者っていう意味ですよね、博士がおっしゃってるのね。特定の誰かもそうです。特定の誰かもそうです。ここに載ってたのが、うん、小さい時から劣等感に避け進められていく、育てられた子供は大人になってからも誰かをこう誰かのために何かすることができないっていうのが例が載ってるんですね、うん、だから多分博士のおっしゃってる意味だと思うんですけど、うん、そう、彼らは自分を傷つけ苛立たせるような心のトゲを内包したまま成長し、成長するに従ってもそのトゲもまた彼らの潜在意識に深く食い込んでいくことになるって書いてあるんですね。でも親がこうそういう育て方をしちゃった人もまあいるわけです、悲しいことに。まあその親がの育て方に関してはちょっと僕は多少反論があって、うん、まあ22歳ぐらいまではそれは、ね、あ、許されるっていう、許されるっていうか、許されるっていうか、かつては、うん、例えばなんだろう、なんか何、フロイトとかユングとかの大昔のね、うん、心理学とかってまあなんだろう、いろんな人の影響を受けて、うん、親の影響とかいろんなこと考えたりしてるわけですよ、うん、なんていうかな、親がこうだからこうなっちゃったとか、うん、でも最近はそうでもなくて、そんな影響はないと、まあ影響はありますよ、影響はあるんだけど、うん、別にそれは、自分の行動とか自分の考え方次第でどんどん解消できていくと、うんうん、いうことなんですよ。それは何で今言ったかというと、うんうん、もしこれを聞いてる人が私の親はそういう育ったから私はダメなんだろうと思っちゃうといけないので、それは違うぞと。そうです、ね、ただしフロイトがそう言ってたかって全然そういうこと言ってないなって今途中言いながらしゃべって思ったので、まあとにかく昔の心理学は、うん、そういうのが大きい。今でも何か、親の影響とか言ってる人たちもそういうのは大好きな何ていうか流派というか学科みたいなのはあるっぽいけど、うん、でも主流は違うと。でまあ、それを置いといて、なんかこの積極的自己評価っていうのはなんか自信満々で何でもできるぞっていう人っていうのは、うん、やっぱりなんかこう、積極的、その人間関係においても積極的だし、うん、何かをしようとするし、人をこう何かしてあげようとするし、うん、っていうような、うん、いいことづくめだよっていう印象があるんですよね、うん、この商品は。でもその一方で羨んでる人は、私は何もできない、どうせ高校に行ってもなんかうまくいかないんだって言って、なんか一歩こう先に踏み出すことをやめてしまうという印象がある。この勝負どうですか、質問どう思います。そう思います。なんか結構例えば
その日ちゃんとメイクを